あ、ごめんなさい。水谷豊が来てた。そんな感じでやっちゃダメ。相棒見てましたよとか言わなきゃ。袖で見てんの水谷豊。関係者席で用意してもらえな。臨場感伝わるって。ダメ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 、うん、どうも岸田川です。お願いします。揺れながら落ちるなよ。桜の花びらじゃないんだから。あ、ごめんごめん。突っ込んでもらえるのはありがたいんだけど、もうちょっと大きい声で頼む。どう聞こえてんだ俺の声は。小さいかな。頼むわ。もっと、うん、いやなんかね、最近こう涼しくなってきましたね。ああ、そうですね、うん、まあ、涼しくなってくると出てくるのがね、電車のヤバいおじさんですね。そんなことねえわ。涼むしか。俺結構ね、会っちゃうんですよ。ああ、そうなんだ、うん、6回6回多いね。うん、10年で。わかんない、それじゃあ。ああ、そうなんだ。でも、ああいう時にね、やっぱこう、知らない人のふりしちゃうでしょ。それはそうでしょ。見ないふりしちゃうでしょ。うん、でも、ああいう時にね、やっぱ電車なんで静かにしてくださいってこうね、しっかり言えたらね、かっこいいなと思うんですよ。怖くないでも、それ、うん、だからちょっと練習したいんで、うん、電車のヤバいおじさんやってもらっていい？俺、電車のヤバいおじさんやるの。今からできる。うん、でも注意したいんだもん、ね、難しいと思うけど、頑張れ。見てるな。笑ってた笑ってた。何見てるの？笑ってるよ。なんで笑った今。見て笑ってるな。何が面白い？なんで笑ってるの？じゃあ見てたよね。あなたよ、あなた、あなたよ、見てたから。ごめん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 。電車のヤバいおじさんやってって俺言ったのよ、うん、それ電車の高野やってる。電車の高野じゃねえよ。電車の高野やってないよ。東西線の高野。東西線の高野やってない、うん、俺普通に電車の中ではこうちょこんと座ってるから。そんなんじゃないし。全然 やばいおじさん。それなりに今クオリティ良かったと思ったけど今。本当にダメ。うん、全然。あの俺あの大きい声出してる人に対してちょっとバカになっちゃったのセンサーが。あ、俺で。うん、だからもうちょっと上げてくんないと。全然ヤバいおじさんじゃないわ。ヤバいおじさんなかった。うん、そうそうそう。もっと上げて、うん、難しいと思うけど頑張れ。うん。何を見ているんだ。何だそれ。お、見て笑っていた。見て、見て笑ってたよ。笑ってた。笑ってる笑ってる笑ってる。見て笑っていた。私が見たんだから。見て笑ってたよ。完全に笑ってた。見て笑ってる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 。絶対笑ってた。見てたんだから。完全に笑ってた。見てた。なんで高野やっちゃうんだよ。高野じゃねえよ。高野どんな感じ。普段めちゃくちゃ高野じゃん。一緒に電車も乗ったことあったろお前。ツイッターで見たけどな。あれ俺じゃねえんだよ。ツイッターにぎわかしてるやつ。俺みたいなフォルムの人いっぱいいるけど俺じゃないのあれ。あ、なんかちょっとね、あの言ってるだけなのよ。は？キューばっかり。やっぱあのああいう人って緩急使ってくるじゃん。ああいう人すっごいテクニックあるのよ。緩急俺より上みたいに言うなよあの人が。俺よりテクニックあるみたいな感じで、うん、緩急ね。できる。やってみる、うん、難しいと思うけど頑張れよ。お嬢ちゃん、何やってんの、うん、ゲームやってんだ。ヤバそうな人いるな、ゲーム楽しみね。ヤバそうですね。お母さんが注意しないと。高野でした。ゲームやってんの。お母さんが注意しないと電車の中で。でもゲーム楽しみ、ね、ヤバそうな人でしたね。ゲーム楽しみ、ヤバそうだな。お母さんがどんどん注意しないと言わないと。お母さんが高野楽しいけど。ヤバそうな人だった。ヤバそうな人。お母さんが注意しなさいよ。高野ねえ、俺になっちゃうんで注意して。高野じゃねえよバカ。お母さんが注意しないととか言わねえよ。高野は電車の中なんで静かに。今は高野だよ。今電車じゃないもんね。今高野電車の中なんで。今高野だっつってんだよ、うん、電車の中じゃないライブの高野。なんかやっぱああいう人ってそのパワーワードを用いるのよ。ああ、うん、高野今ちょっと言ってるだけだから。ああその緩急だけじゃなくてやっぱパワーワードも。向こうの方がいいみたいに言うなよ。乗り換えるなよ電車のヤバいおじさんと相方を。構成とかが全然できてないんだよね。構成の話をするな。やっぱ電車のヤバい人ってパワーワードとか構成ちゃんと使って。やめろお前。2分間完璧にやってくるから。俺よりすごそうだろうが。電車のヤバい人の方が。難しいと思うけど頑張れ。やってみるよじゃあお前も。ハンキュー。見てる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 よ。見てる見てる見てる。なんだその顔は。サーカスを見るような目で見やがって。バカにしてるのかお前ら。サーカスかここは。見せ物じゃないんだよ見せ物じゃ。そんな顔して見ているけどもサーカスではない。見てるな。見てる見てる見てるよ。何を見てるんだ。なんだその顔は。何か言いたそうだな。なんで見てるんだ。今日ネタどうする。高野じゃない。後半変える。高野じゃない。変えると分かんなくなるもんな。でもやめろお前。あの面白そうの時みたいになるもん。面白そうな話電車のヤバい人にするなよ。電車のヤバい人に面白そうな時ダメだって言うなよお前。絶対ダメダメ全然ダメ。
だもう分かった分かった、あのさ、もっとさ、こうさ、落としてさ、こうなんか、うん、もっとずつずつずつ言いながら卑猥な言葉言うとかそういうの。いやいや、それじゃあの電車の中で俺になっちゃう。お前なんか電車のヤバい二人ってなんだよ。あ、ちょうどお前キャラ欲しいって。そんなキャラいらない。どうも、岸田奈です。僕ら電車でヤバいんですよ。売れるわけないだろうが。絶対売れないよ。ダメか。なんなんだよこれ。お前もうお前のせいで全然ヤバい人できなかった。なんでヤバい人できなかったって。なんでヤバい人できなかったって。ああ、ごめんごめん、うん、ネタ終わるんで静かにしてもらっていいですか。ごめんなさい。どうもありがとうございました。